ってやっていきますんで、はい、まずあの薄焼き卵を作りましょう。はい、卵をどれぐらい、まあ、1個でちょっと実践しましょうか。片手割り見ました。これもう男、あ、いいです、いいです、いいです。なんなの人んち来て。ちょっと If you wanna know what's cooking What's running running 999水溶き、片栗粉、へぇー、このぐらいで、かか、混ぜるものある。ごちゃごちゃしております。ここもう人工密度高すぎるよ。熱い。これ溶いて、はい、片栗粉入れましょう。ほい。やっぱフライパンを熱してる、熱するの忘れました。ナリさん、そもそも料理すげー、もともと結構するんですか。いや、普段は、はい、ほとんどできないんで、仕事してるから、はい、だからあの本当に趣味で、時間があるときに、はい、これ食いたいなっていうときだけに作ってる。あ、そうなんですね。彼は一番見と…すごい。あ、やった。いちいち声でかいから。やったー。一番すごいと思う。ずるい。ずるいぞ。いちいち声でかいはちょっと悪く…あ、始まる。これ、薄焼きしていきますね。卵1個だから全部入れちゃいました。なるほど。ね、片栗粉と一緒に入れてたんだけどさ、うん、どういう意味あんの？あれはね、多分だけど、俺の薄ぼんやりとした記憶でいくと、あの破れにくくなる。片栗粉入れると。そうですよね。そうですよね。よかった。これあともう手でやっちゃいますね。はい、ちょっと熱いんで、どういうことか気をつけてください、ね。自分でやるときは手で裏返しますんで。あっち、ね、俺が男の料理。男の料理。じゃあこれを誰かにやってもらいましょうか。やってる、やってる。じゃあ大地さん、達也さん、ゆうやです。あ、ゆうやさん、じゃあいいですか。塩ちょっとどうするんですか。もう これだよ、これコラボってこれだよ。スタダダダダダ。もっと大胆にいきましょう。もっと大胆にいこうよ。大胆にいいですね。ローリングローリングしてください。こうですか。これ板ずりです。板ずり。これを板ずりっていう。これを板ずりって言うんですね。これ20ローリングぐらいしてください。20。だんだんこの緑色になってくるんで、はい。まあ、そうすればもうほとんどイボがなくなってる状態なので。なるほど。ああ、イボか。色合いも良くなります。イボか。こっち。ラジさんのカメラだよ。イボかの時になんでこれ撮ってる。そんなにイボかどうか見たら。ちょっと下ネタっぽい。もう取れてます。はい、ずり違いしないように。あ、じゃあいいですか。料理番組で下ネタだけは絶対厳禁だよ。料理番組で下ネタ厳禁。やっぱそうだ、ね、周りに触ってる気がする、このキュウリ。それ、放送で聞く。だから料理番組で下ネタ禁止なんだって。いや、スカッシュなら大丈夫です。というわけで、こんな感じでイタズリが終わりましたので、 あとは、こんな感じですね。ツルツルです。なるほど。いや、うちにラニーさんがいるって。そうだよ。あと、まあ、先、先端の方と切って、なんか結構いい、4等、まず、あの長方形、このように切っていきます。いや、さすが包丁さばきですね。包丁さばきはダメです、まだ全然下手です。で、これを重ねて重ねて、あとは細切り、このように細切りしていけば中華、冷やし中華のあのキュウリ。さすがですね。こんな感じであの作っていきますね。いや、完璧です。完璧。何より包丁がかっこいいですね。そこ、これ出張編の包丁ですから。あ、そうか。スカッシュのリアルな劇団スカッシュは結構インパクトありました。あ、本当ですか。どういうこと。ちょっとビビった。僕らに合った感想が、そう、もうちょっと、なんか、自分がもっと前に出れるかなと思ったんだけど、あった瞬間に、あ、なんか、何この威圧感。威圧してないです。威圧はしてない。威圧は一切してない。結構みんな大人っぽいです。
僕でも動画でバカやってる人って、はい、あの結構実際に会うと全然違うじゃないですか、はい、まあ実際そうっすよ ね、 そうですね、実際うちら結構真面目なんでものすごいだからちょっとバカにしてた部分があるからいやいやバカにしててくださいよ。そうですね、そのままで言ってください、はい。ちょっと男の料理なんで今北川君やりましたけど、ちょっと皆さん丁寧にやってください。はい。あともうこれとこれやったからあと唐揚げ揚げてって感じで。あ、本当。いや本当すごい。これでもやらなくていいですか最後まで。あるんですよね。あ、そう。冷やし中華に唐揚げ？唐揚げ付き。これでいいですか？いやいいっすね。唐揚げ自体嬉しいです。すげえ嬉しいです。いやそこからまあ これでもいいよやりにくかったら横で。あ、でもラインさんこう切ってますよね。そう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 。もうここから薄切りにしてったんですか、ね、薄切りに長方形にしてって。それ僕がやってるだけで、それが基本的なやり方ではないですから。あ、唐揚げ、昨日漬けてきました。いやー、一晩一晩漬け込んでるよ。毎晩漬け込んでる。あー、お腹すいた。冷やし中華に唐揚げついてんすか。それさっき言ったんだよ。お、大地さんが、調理師免許持ってる大地さんがやっちゃいましたよ。アンの免許は免許今はないよ、もちろん今本当に持ってんの。え、昔は持ってた。実家にあります。もうじゃあもう執行しちゃった。いや、執行はしないんですよ、あれ便利なもんで。え、じゃあそれ何、今無免許調理。違う、え、無免許調理って。いや、だから実家にあります。携帯調理。え、それあのスカッシュファンは知ってるの。いや、そんな知らないんじゃないですかね。あんまり追いかけてくる子は知ってますね。そんなのいるんですか。そんなのいるんですか。いるんすよ。大地くんを追いかけてくるの。いや、昔達也さんとゆうやさんスマップ出てましたねみたいな調べてくれる人は知ってくれてる。それかなり潜ってるそんな人すごいね。かなり潜ってるよ。スマップ出たもんかなり前に本当にチラッとですよ。へー、どうした。いやもう美味しいじゃないですか。唐揚げとか置くところも作ります。え、お願いします。キッチンペーパーで。キッチンペーパーと網とかあれば。あ、じゃあちょっと俺もやります。完璧です。最高です。はい、最高です。グッド勝負です。ありがとうございます。ありがとうございます。いいコラボしてますよ。スカッシュにできること。雑用ですね。スカッシュにできるのは雑用。いや、美味しそう。こんな楽しい撮影今までであった。食べたいんだもんよ。食べたいんだね。僕ら苦しいことしかないですからね。何やっても面白くないんだよ。ご褒美がないんだよね。そう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 。これでご飯食べるんだよ。すごい。冷やし中華っていうより唐揚げのビデオになっちゃった。唐揚げ大好き。人生初の俺揚げ物。俺自分で揚げたことない。全部いっちゃっていいですか。全部いっちゃっていいですか。もう男の料理ということで、男っぽくやっちゃいましょう。男ですか。おー、男らしい。素人が。あ、クロート調子乗った。はい、乗ってないです。すいません。ぬるっ、ちょっとさせてくれる。ぬるん、あんぱくぬるん。何の表現してんのそれは。喉通りはどっちかっつうとどうでもいいんだよ。味を教えてほしかったのに。来て早々料理をガツガツ作ってくれて、そりゃ喉も渇きますよね。俺もちょっと喉渇いた。お前何にもしてない。うわ、こんな感じです。いやうまそう。うわうまそう。雑出た。雑何やってんだよ。ちょっとからかってみた。お前何やってんの。喉かいちゃって。アニーさん、この動画はいつ頃アップのご予定ですか。そうですね、どうしましょう。皆さんと合わせますんで。いつ頃がいいですかね。一回止めてもいいんじゃない。そうだね。僕が昨日アップしたいんで。アニーさんのあのいつもの頭にあるみんな何々作ってください。はいはいはい。あれっていうのは、あれはもうサブスクライバーがあの勝手に送ってくるんですか。勝手に送ってくる人もいます。ただそういう人は大体使わないんで僕。
あれ相談して、はい、これこれこういうのじゃあこういうビデオ作って送ってくださいって言って、あ、メールでやり取りして、あ、そりゃそうですよね。勝手に送ってきたのはじゃあ僕らスカッシュは勝手に送ってきたでもすごいクオリティ高かったからこれがいいと思う。クオリティ高かったんしたっけ。クオリティ生姜の味するよ。うめぇ生姜がさ、まず喉をクッと閉めてさ、その後油が喉をドラーッと広げるっしょ。演じすぎだよ。すげえあれ、ケンちゃん、喋る時間長かったいや、本当にうまい。生姜が喉をクッと閉めて、油が喉をガーッと広げるでしょ。まだ喋ってんの。もう、うんちくはいいや、おいしい。全部料理とかそこしか見てない人いっぱいいるからおー、いい。わあ、いい、なんか人数増えますよ。いや、すごい、これね、気持ちがいい。気持ちいいね、なんかね、こんなに麺ボッサボスするの。美味しいもん、美味しいもん。ザガーン、えザガーン、ザパーンって言ってましたね。あ、ザパーン言った、言った。俺、あのシーンすごい好きなんですよ。ザパーン、ちょっと泣きべそかけながらして。見てますね。演技力一番ありますよね。やっぱり言うんですか、なんて言うんですか、なんて言うんですか、ザパーン。いやいや、ザパーン。劇団スカッシュさんの中で、はい、一番、まあ、劇団スカッシュさんのメンバーの中でも一番演技がうまいっていうのは、劇団スカッシュさんそれぞれの人は誰だと思います。みんな多分自分だと思う。そうですね。それ言ってほしかったそんな今日全部捨てたんだ。クオリティいっぱいありますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえいっぱいあります。上にいっちゃっていいですか。うわ、うまい。これはもうボールもありますよ。もっともっとこういうもの、もっともっと、ガンガンいきますよ。あ、なんかいいな。入れます。夏休みっぽいよ、みんな。なんか夏休みっぽいいいね。楽しいの。いや、楽しいって、だって最終的には絶対美味しそうなのが待ってんだもん、うん、それがね、出ちゃってる雰囲気この絵見て、見て、この絵見て。いやー、いいな。冷やし中華だからな。冷やすなー、やっぱ冷やすなー。こんなに冷やしていいんですか。あ、はい、冷やし中華の新しいキャッチフレーズですねこんなに冷やしていいんですか。ちょっと待ってください、はい、ごめんなさい、忘れ物してました。忘れ物、戻した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 。ごま油をね、ちゃんと混ぜますよね。あー、ほー、ごま油を、あ、ごま油、あ、ごま油、あ、これごま油とラー油混ぜてもう美味しいと思います。あー、ピリ辛で。もう少しの弱い大塚さんは生姜に手をやらやらないで。あー、唐揚げ乗った。こう冷やして、あー、弁償がなった。うまそう、うまそう。これちょっとからし混ぜたんですよ。いや、出たー、最高ですね。ピリ辛の、お、ちょっとピリ辛の、ピリ辛、もっと匂ってたい感じ。あれをかけました。はい、おいし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 い、ごま隊長がごまを、これで6人で5人です。今日 OK、 OK、パーティーじゃないですか、もう。はい、ありがとうございます。すいません、すいません。何やってんの。いやー、美味しい。さて、じゃあじゃんけんから始めようか。そうだな、量は全然違うからな、うん、でも、ちょっとさ、その前に、すごい、喋りもあんのよ、喋りも。喋りもあるから。喋りもありましたね。こういう出したくないですか。いや、いいです、別に。ジャンケンさんの本ではいくらでも出してくれても。昨日動画、新しい動画アップしたんだけど、はい、全然帰ってくるものがなくて、面白くなんともないですよ。はい、はい、そう、大地さんって声が大きいですよね、はい、セリフ一言一言はすごい、それ、そうですね、僕そのイメージが強いんですよ。そうですね、僕はもうなんかそう